皆さんおじゃあ、タラめリ2022年受験対策の母材横断速習クラスに関するガイダンス庫を業界します、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。じゃあね、あのー、今日はですね、これから、あのー、こちらの母材横断クラスをご検討いただいている皆さん、まあ、母材横断の速習クラスですね、えー。こちらをご検討いただいている皆さんに、まあ、ガイダンスということで、おおむね30分程度お時間を頂戴いたしましてね、 まあこの横断促習の学習目標というかあ講義の基本的な目標などをね、えー、担当させていただいている僕の方からお話をさせていただこうというふうに思います。まあこれねあのー、母材横断のクラスっていうクラス自体が、まあ、最近はいろんな学校さんがおやりになるようになってきたんでね えー、決して突飛のものとは正直なくなってきたなというところもあるんですけども、まあ、この「簿記論」という科目税理士の会計科目と一般的に言われる「簿記論」という科目と「財務諸評論」という科目ですねこの2科目を同時学習していただいて、まあ、当然本試験においても同時合格を目指していただくと、まあ、こういうコンセプトのもともともと一番最初にこれ作らせていただいたのは私どもレックだという自負があるんですね。もう十数年 えー、このクラス動き始めてから実績もありますでまあ担当する講師もですね代々いろいろ変わりながらあやってきているところがあるんですが、まあ、私の方でですねこちらも母材オーダーのクラス担当させていただくようになって、まあ、今年はもう5年,5年目かなああいうところになるんですけどもお今年もですね、まあ、基本となってくるスタンダードなクラス母材オーダーのクラスっていうのはまず基本であってもうそちらは先行して動いてるんですけどね えー、今日のガイダンスの目的というのはその母材横断のクラスをおーちょっとまあポイント凝縮してね促修っていう形で、えー、講義内容を再編させていただいた速修クラスまあこちらについてのねご検討いただいている皆さん方に対するご案内というところになります。でまずあの前提として申し上げますけどこの速修クラスに関しては速修専用の講義を再度取り直すとかっていうことは基本的にしてません。 まあそれをやってもいいかなとは思ったんですけどもあのー、即習の講座のことも考慮して初、えー、めからスタンダードなクラスの方の講義内容を設定させていただいているような形でね一応あのスタンダードなクラスっていうのは全60回30、えー、3時間の講義を全60回受けていただくとまず基礎期。 インプット機の講義は終わりますよっていう形にさせていただいてるんですがそのスタンダードクラスていうとこの51回目から60回目までのところっていうのを応用論点まあ端的に言ってしまうと取材可能性はそんなに高くなかったり出てもさほど合否を左右する論点じゃなかったりまあそういった部分をテキストっていうかなスタンダードクラスの後半51回目以降に持ってってえ逆に言うと速習の方々には。 全60回のの講義のうちですねスタンダードクラスでいうとこの60回のうちまあ受験上特に重要性が高いよって言えるような1回目から50回目はでで、えー、ここまでの内容を見ていただくことによって基礎期を終了していただこうというコンセプトで初めからスタンダードクラスの動かしてるんですよ。ですからあこれからね即死の講座にお入りいただく方々に関してはあ僕が。 収録をさせてていいただいているスタンダードクラスインプット60っていう名前で言ってるんですけどねこのインプット60の講義のうち50回目まの部分を調校していただいて、まあ、その部分で受験上合格に必須の知識の部分をしっかり身につけていただいた上で、まあ、その後は直前期、えー、直前期っていうのはもう母材横断とかのクラスと関係ありません、えー、本試験に向けてのどん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 ね本試験問題を想定した答案練習 まあこれを下に据えながら実践問題をどんどん解いていっていただいて解放確認をやってやっていただくっていう時期になるんですけどその直前期の講義に関してはもう母材横断のクラスえスタンダードのクラスとか即習のクラスとかまあもっと言うとえ一科目一科目ですね募金論だけじっくり勉強したいよとかあ材表だけじっくり勉強したいよっていう方々当然いらっしゃいますんでまあこういった方々向きにはパーフェクトっていう別の講座が動いてるんですが。 あの直前期っていうのは、もう全部の講座の人が同時に入りますね。だからまあ、これから皆さんご受講いただくと、速習の方も当然そこ入るし、スタンダードのボザーオーダーの方も同じものを受けるし、でパーフェクトの方々も受けるし、さらには受験経験者向けの上級クラスの人たちもみんな受けます。だから直前期っていうのは同じになるんだけど、そこに至るまでのインプットの段階での講義を、まあ整理再編というのかな。ああ、少し細かずを減らして。 まあ短い期間でね効率的に学習を進めていただこうというのはこの「速習講座」のコンセプトです。いいや即週なんだかららももっと授業数減らしてよっていうご要望実実際あります実際あありりまますすねえスタンダードクラスが60回3時間の60回で「えっは50回だ10回しか減らないの?」っていうふうにお,笑おっしゃられる方も中にはいらっしゃるんですけどねこれも結構正直言って結構カツカツなんですよ。なんて言ったって皆さん方の2科目1科目じゃないからね 2科目目の合格を目指してて勉強やってもらわななきゃいけないけ当然のことながら模擬論は模擬論財布は財布みたいにそれぞれ1科目ずつ勉強することに比べれば当然学習の相乗効果なんかも効きますんでまあそうだなあー1科目1科目勉強する時に比べればそうね単純に2科目分の勉強時間にはならないので。 1.5科目とか1.3科目分ぐらいの勉強内容で2科目合格を目指していただくことは十分可能だと思うし去年なんかか特ににね非常に数字良かったですあのー、まあ試験終わった後ね皆さん方の方からご報告をくださる方いっぱいいらっしゃるんですけどもまあこの母材大田の速習クラス去年はねそうかったですよ。 あの僕これ自分も初めてなんですけど3月ぐらいに調校を始めていただいた方でその年にダブル合格していただいた方いらっしゃいますからね、まあ、当然その方ある程度ベースはあったっていうのはあるんですね一級の経験があったりっていうのはあるんですけどもでもそういう方もいらっしゃいましたからあの全然即終でも何の問題もなくねしっかりカリキュラム内容をこなしポイントとなったところを押さえていっていただくことができれば合格することは全然何の問題もなく目指せます。 まあただ3月からっていうのは正直かなり厳しい日程だったことは間違いないんでその方相当頑張ってくださったんだと思うけどもあーただまあ一般的には即終の講座長講を始めていただく方ってのは年末ぐらい、えー、12月末ぐらいから入っていただくか、まあ、一番多いのは多分1月ぐらいなんですね年明けから勉強を始めていただくかっていう方が一番多いと思うんですけどもまあそういったあ即終受講生の中で一番多い層で考えればあまあ例年ですねしっかりと。 そのカルキュラムもこなしてっていただくことによって、えー、毎年の試験ので十分対応していただくことができるようになってますんでねだから即習だからって言って変に心配する必要はないし、まあ、当然のことだからいろんな論点を見ておけば得点は向上する可能性は高まる高まるけどねただ税理士の勉強ってやっぱり量が多いからほとんどの場合見ただけで終わっちゃってんですよ。ね。 えー、見ただけで終わっちゃってるってことは、まあ、そのまんまの話がですよテキストとかに入ってる説明そのまんまの話が試験出ればまだ解けるかもしれないけど税理試験ってそういうことしないですからねあの日照簿記検定とかっていうのはまあいろんな会計ルールのひな型って言ってねこれこれこういう時にはこんなふうにやりましょうっていう処理の例示が載ってたりするんだけど日照簿記っていまだにねその例示をそのまま本試験出したりする場合があるんです一級も。で日照はたまにまだそういうことやるからそうするとね 内容なんか極端なしあんまり分かんなくったってあこの時こうやってやんだなって処理論漠然と覚えてりゃ解けたりするんだけど税理試験って基本的ににそういういいいのななでですすから特に会計科目はないんです、えー、もう当然ね、えー、問題を作りになる方々が学者の先生であったりあとはまあ実務課と一応呼ばれてますけどこれ公認会計士協会の偉い先生ですから非常にまあ当然優秀な方でいらっしゃるんであの基準の内容をそのまま問題に出すようなそういうね 雑な問題は税理士出さないんですよ伝統的にあだからもう常に、えー、その場その場でやっぱり問題対応考えなきゃいけないものばっかりになるからあのいろんなもの見といて、ね、基本となってくる処理論だけ暗記しとけば問題解けますよとかってそんなもんばっかじゃない、ね、そんなもんばっかじゃないってことは基本的に見たことないの問題出てくるんだけどそれがねやたらめったら応用度が高いような論点だったりするとどうせみんなできないんです で,できなまあこれもね皆さん方しっかりと念頭に入れといていただきたいから僕申し上げてるんだけど税理試験っていうのはこれ間違いなく競争試験ですだ一つの目安として合格ライン60点以上100点満点60%以上とかって言いますけどだから目安ですあのー、毎年試験が終わると私どもレックもそうだしタコ校さんもそうですけども各予備校が模範解答と配点予想箇所をつけます。 でその配点予想過疎で自己採点なんかやってってもらってですね大体合格する人ってねそうだな、まあ、幅があるけどね簿記論なんて、まあ、僕メイン担当してるの簿記論なんですけど簿記論っていう計算科目に関して言うと低い時は自己採点ベースで30点台後半とか中盤35とか39とかそれぐらいでもう上位10%入ってるからあの合格しちゃう場合ざらにありますよ全然あります、まあ、例年で言うとい点前後ぐらいかな あいうのが多いと思うんだけど、まあ、自己採点ベースでそれぐらいってことは6割なんか言ってないでしょ言ってないんだけど受かるんですなぜなら競争試験だからだからそれが税理試験なのよそうなってくるとあの結局のところねやたらめったら突っに難しくってほとんどみんなができないなところ一生懸命やっても要は加点俳点の上乗せが得られることはまずない当たり前でしょだってほとんどの受験生が当初採点の段階で60点超えないよって言った時に。 ま結局のところ、じゃあどうやって配点調整するのって言ったら、これ、ゲタ吐かせるんですよ。減らすんじゃなくて。ゲタ吐かせることによって、加点調整することによって上位10%を作るんです。その時に、もう簡単な話です。加点調整対象として、ほとんど正当者がいないような問題優先的に加点対象しますかしないです。んなことやったって、合格時がビビたるものしか上がんないでしょね。んなことやったって、ビビたるものしか上がんないから、全体10%調整するとめにもっとさらに増やさなきゃいけないじゃん。配点会社。そんなことしないです。 で当たり前だけどもやっぱりベースとなってくるような知識プラスアルファ少し応用的だよねっていうような部分できてるぐらいのひと頃がだから特にまあ僕のメインで担当する「簿記論」という科目は特徴なんだけどね変にとっぴな論点を一生懸命勉強したってしょうがない。しょうがないっつったら極端なのかもしれないけどでも僕はそう思いますよ。だ大体ねあの毎年試験なんか出てここ2年ぐらい連チャン出てるんだけど簿記論という科目に関してあの連結会議が出てるんですね。 で2020年の試験に関してもそうだし21年の試験もね連結が出たんですが21年の試験の連結なんかまあ難しかったですよで難しいから大体試験終わった後にそっちの話がわーって出たりするんだけどあのそんなのねどうでもいいんですだから僕の受験生もう難しいからやんなかったいっぱいいますよ僕ずっと言ってたからもうそんなね見たことないあう連結なんか出たらやるなっつって。 あの時間もったいないからで他の問題にシフトして,ていうふうに言ってたんでえー、あこれもできないなと判断した方どん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 連結させてほかの問題言ってくれましたでその方々どうなったかもうお分かりでしょ受かってますこういうもんなんですだから変に難易度の高いとこなんか一生懸命やったっしょうがないんですだって実務のことを考えた時に税理士なんていうのは中小企業をメインで見るわけですよね個人事業主であったりとかあ中小企業やっぱりメインなら大企業さんやっぱり会計さんメインになりますから で当然中には実務上ね大企業メインでやってる税理士さんもいらっしゃいますけどそういう方ってのはごく一部なのでやっぱり圧倒的多数は非常中小企業はクライアントさんになるわけです、まあ、そうなってきた時に連結やる会社もありますよありますけどそもそも上場企業がある連結と中小企業がある連結ってそこまで厳格にね中小企業の連結なんかやんないですから悪いけど <laughs> そんで複雑な資本関係が成立する場合っていうのも相当少ないんじゃないですか 一般としてだからそんな突飛のものができたってあんま意味ないんですよただ逆に言えばこれ僕よく言うんだけどね日照武器の3級とか2級見てるような固定資産関連の話とか有形固定資産買いました原価償却しますそれに基づく売却受却とかあるでしょあんならどこの会社ってあるんですよだって有形固定資産ない会社なんかないじゃないですか,だからそういうところがちゃんとできますとか現金預件に関する処理がちゃんとできますとか それを常にに正当率100%に持っていくことが大事なので僕が言ってる話って今聞いていただくとねいやそんなの当たり前だろって思われるかもしんないけどいい税理士の受験生さん本当にそこら辺の論点が相も変わらず試験で間違える人っていっぱいいるからね。いっぱいいますよ。有形定の売却とかで 複雑なな問題出出ててくると、正当いい人って結構いますよ。僕の肌感覚ですけど直前の当連見てたってね、まあ、他の論点もいっぱいあるからとかっていうのはあるのかもしれないけどそれは理由にならないんであの正でで言ったらら多分半分半ぐらいですね。購入してから売却に至るまで18年と4ヶ月使いましたみたいな話になってで当然ですけど売却ですから、まあ、自分で累計額の借り方累計額やるべき金額とてのは全部出すんですよ。 出すんだけどうんそこ1ヶ月間違ってんのかね1年間違ってんのかねもういっぱいいるもんな本試験間際になってもそういう基本のところ間違える人いっぱいいんです税理士の受験生ってでもそういうとこ間違えてもあんま気にしないんだよね回答解説見たときにああここ間違えたんだそっといっちゃうだからダメなだ,だからダメなの。あのね そういういね日商簿記の3、2級で見たことある論点は、模ン的なし、常に正当率は100%じゃなきゃダメなんです。で、逆に言えば、変に突飛な連結会計とか、あとよくご質問いただくの、デリバティブね、まあ、まあこんなのまだね、日商簿記2級までではやったことない方いっぱいらいらっしゃると思うんで、まあ、これは税理士入ったらやるんですけど、まあ、デリバティブってなんとなく言葉聞いていただいても分かると思うんですけど、雲つかむような話じゃない。実際そうなんですよ。会計処理の勉強をやっていただいても、なかなか難しい。だから、やっぱりイメージつかないんですね。 でイメージつきづらいからデリバがデリバだっていうご質問いただく方多いです。まあ質問は全然していただければいいんだけどもあのやっぱそういったところをねおっしゃる方本当多いんですよ。だからもう僕がよく質問いただく話で分かりません分かりませんってご質問いただくので大体その2つね。連結会議。でデリバ。ね。これは多いねで。多いんだけどまあいいんだよ。全然質問いただくのは全然構わない。一生懸命勉強してるんだから僕はそれはね。ねどんどん質問していただきたいし、えー、皆さん方がね ご質問いただいたたただものにちゃんと答える当たり前の話ですそれはやりますやりますけどもただその時にね僕やっぱりある程度特点状況を知ってる方には常に話すんですいや一生懸命ねやってくれてるからこそ受かってほしいから言うんだけどちょっと連結会計に時間かけるよりもこの間の月齢試験見てて思うんだけど固定資産のとこ間違えてるじゃないで無形固定資産も間違えてるじゃない現金預金も間違えてるし有価証券とか間違えてるよね。でそっちちゃんと見直すの先だよ まあそれこそ通学とかで通ってくださる方にそれができるから僕ずっと言ってるんですよ。でねどうしてもなんか見慣れた論点って間違えた時にもうボケの329からやってんからあの見慣れた論点だから間違えた時にあんまり重く受け止めない人が多いのよ。本当にこれね多分税理士ボケロの受験生さんとか代表の受験生さんそうなんだけど圧倒的多数だよ。だ軽く言ってんの。軽く言ってんからまた間違えんですよ。そそうういう論点こそ 間違ええたにに本当に重く捉えないとだからデリバリブとか連結会計のえぐい問題とかそれが分かんないとか間違えた時にそっちばっかり気ぃ向けるんだけどそうじゃないでしょ大事なのはそっちじゃなくてえ有形固定資産間違ってんじゃんね買い替えの処理間違ってんじゃん、ね、それを重く捉えるんです。なぜななぜらば連結会計なんか出た時は当然ね 持ってる知識で対応できるけどあれ試験に毎回出んのっつ言ったら絶対出るもんじゃないから出なかったら使わないからねでも有形固定資産が出ない試験なんか絶対ないんだからだからそういう風うに出題頻度が高い論点っていうのはイコール三二級で基礎的な部分やってんですよそれをどん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 広げていくものっていうのがやっぱ税理試験の主要な構成内容になるからそういったところをちゃんとこなせるかどうかってのがめちゃめちゃ大事なんですで、そういうところでちゃんと点数を取り切れる人って余裕で受かるからねだら何が大事かを見極めないとダメなの。 で多くの受験生さんはその何が大事かを見誤ってんです変に突飛ないしは変に先進的な会計書理論ばっかり意識するそれは税理士だからそうなんだろうと思っちゃってるんだけど違うそうじゃないベースのところこそ確実な対応ができる人ほど当然実務入ったって使えるわけですから当たり前でしょ基本的な取引のところはちょろ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 間違ってるの連結はうんちゃらかんだならとかって理屈ばっかり来れたしょうがないじゃないですか。 お客さんで連結なんかやってないとこばっかりやったらどこで使うんですかって話になるんだからそういうことですよだから使うべきもの日常的に使うべきものを当然試験の先生だとお分かりなんだから重要視して問題っていうのは作ってくるんでそういったところをしっかり対応できるように勉強するってのは大事なのよ。ね、で即習の講座に関しても、まあ、そうだしね僕がやってる普通の母材オーダーのスタンダードクラスもそうなんだけど僕はその点をやっぱり徹底的に皆さん方にお伝えしてます。 だから変に突飛な論点とか応用的論点テキストには内容を入れてあります入れてありますけどそういうの僕授業中やらなかったりするいらないで僕はいらないっつったとこはやんなくていい、ね、でそれはやんなくていいんでまずは僕が授業中に扱ったとこだけしっかりやってくれたその上で当然中にはどんどん勉強したいって方もいらっしゃるからそういう方向けに応用論点を入れてあるんですでその応用論点は自学自習をしていただいた上で気になるところ分からないところはどんどん僕に質問してねってこういう形でやってます だからあちょっと細数は多く見えるかもしんないけどお即習クラスでね全50回のインプットの知識をしっかりま,だみまず身につけてで当然授業を受けていただいたあとはそれを定着させるための問題集の演習なんか絶対必要ですよ。でそれはしっかりやっていただいてその後の直前期当練なんかをしっかり対応してアウトプットの演習を図っていただければあ学習期間が短めの即習だから受かりにくいとかそんなことは一切ない。さっきも申し上げたけども去年はもう快挙ですよ。ねえ。 えー、3月に即死の講座を始めていただいた方々、ね、受かってんだから受かってんだから何の問題もないそういう人だっているんですまあそれはいるだろうって言われるあれだけど皆さんだってできるんだよ。ね結局のところ確かにねよりいい人って1回授業を受けて1回ぐらい問題しとくとある程度対応しちゃう人確かにいる天才肌はいる天才肌いるけどそういう人ってのはやっぱごく一部でさ 僕なんかどっちかすらってどっちかすらっていう言うまでもなくもう校舎ですから全く天才アルじゃないんでもう受験勉強をやってた時にそんなにバン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 できる方じゃなかったとか全くできなかったんでねじゃあどうすんだと思った時に僕はねなんつうのおーいろんな話はあるのかもしれないけど結局のところ僕はもう単純,単純な人間なんであのね1回やってできなきゃ2回やれんです2回やってできなきゃ5回やれんです5回やってできなきゃ10回やれんです。 そういういことですよ何の参考にもならねえなと思うかもしんないけどでもそういうことですよ。ね絶対そうですよ。だっでその過程で例えばやり方としてこういうふうなのがいいなかなかなとか自分はこういうやり方の方があってんのかなっていう工夫改善はやっていけばいいと思うけども工夫改善なんてのは所詮家庭論の話であって突き詰めて最終的に回答が出せるようにするためにはどうするんですかってやるしかないんですよ。ねば。 ちゃんとポイントになってくるところは皆さん方即修の方でも受けていただけるように講座組みはしてありますから、ね、大丈夫ですからそれをしっかりこなし疑問点とあればどんどん質問対応制度等を活用していただいて疑問点の解消を図っててもらえば何の問題もなく試験を受かりますから、ね、受かります当然そのつもりでやっていきましょうよ。ね初めからダメかのななんて思ったら意味ないですからで実際過去の先輩方はそうやって成果を出しておられる方々もいらっしゃる皆さんだってできるんです。 ね、でその点をねやっぱり僕はまあ皆さん方常に意識してやっていただきたいなと思います。でこれから特にねまあ,あこの母材横断の速習勉強される方々について意識していただきたい点を、まあ、パワーポイントの方まとめたんですけど、まあ、まずこれからね母材横断やっていただいて最終的にご受験いただくいわゆる会計科目、まあ、それぞれの特性もご承知でしょうけどねまずあの「簿記論」という科目は純粋に100%計算のみ簿記会計に関する計算のみですから。 あのそのままねこれ日商簿記検定を受けていただいたことある方まあ他の簿記検定でもいいけどね簿記検定を受けていただいたことある方はあれがそのまんま税理士レベルに引き上がるんだと思ってくださいで日商簿記なんかもそのまんまですよ、まあ、そのまんまっつったって同じ問題の形じゃないけどねあのほぼ出し方似てますただ内容は当然税理士レベルに引き上がりますよでねえー、一つ大きな特徴点言っとくとうーん日商簿記に比べると 税理士の論って爆発的に量があります、まあ、試験時間2時間なんですけど爆発的な量ですから絶対2時間で解き終わりませんえって思うでしょえって思うでしょでもね本当なのこれね2時間でまあ皆さん方試験時間解くんだけど2時間で解ける人いないですよいないいないいない <laughs> いないって決めつけるのもあれだけどでもいないいないだって僕ねあのー、まあ受験生から始まってさ 一応こういう仕事させていただいてるんだけど僕ね2時間で簿記論の問題、まあ、毎回毎回本試験の問題あるけど解ききる人ってね一人しか見たことないもんあの僕の先輩の非常に優秀な講師の先生ですけどでも、まあ、講師だってそれなりの数いるじゃん僕みたいなねあれもひっくるめてですけどあそれなりの数の講師で関わりましたけど2時間で解ける人のは僕一人しかじゃないですよ。 まあ当然僕じゃないですよ <laughs> もうさっき言ってたら先輩ですよ <laughs> 僕はもう2時間じゃ終わんないです終わんないですよだって僕らって本試験の当日とかに問題入手ときますけど2時間で全ての論点を回答しきって回答を作り切るなんていうのはまあ正直厳しいねし厳しいあの一箇所も漏れなく回答枠を埋めるって意味ですよ えーまあ、受かるという意味だけでやりゃもう僕らみたいなこうずる賢い人間は容量よくやっちゃいますからですけど、あのー、全部回答を出し切るという意味で言うと2時間じゃまあまあ無理僕らみたいなこうやってこれで食ってる人間でも無理なんですそうすると受験生さん当然そんなんで飯食ってるわけでも何でもないですから、ねえー、一般的には僕らよりはやっぱり時間かかる方の方が多いと思うんですでそうするとね絶対とっきりないです 絶対と気にないぐらい量出ます。でもこれはね、まあ授業始まったらまた言うけどね、あの簿記会計に関する知識を問う出し方としては、い一つ典型的なんです。あの得た知識をしっかりと身につけられてるかどうか。 ね、でそれを活用できるかどうかを認定するっていうのは毎は試験なんでこれを問うためには問題の作り方って2つあるんですよ出題項目を限定して一つ一つにじっくり対応させて、まあ、要は試験時間で完全に解ききれる量しか出さないその代わり出てる全論点についての対応を求めるとこれ一つねでもう一個はねもう絶対解ききぐらいの量出すんですで絶対解ききぐらいの量ですじゃあ受験者は何をするか合格点数を達するために解答項目を選ばなきゃいけないんですよねっ で選んでって確実に得点向上を図れるように問題対応しなきゃいけないんです。でその問題を選ぶということは当然ですけど内容を見たときにこれはこういうものでこれぐらいの時間かかってこういう回答しなきゃいけないなって判定できなきゃいけないでしょ。ってことはその判定ができるようにするためには広範な知識を求めるんですよ。でしょそれも試験の出し方。僕はね税理士のボキロンの出し方って非常にいい出し方だと僕は思ってます。ね、えー。だからそれをやることで問題の抽出ができるじゃない。抽出できるぐらいの能力は身につけてくれって話です。それボキロン。 で対して財務諸評論財務諸評論は計算が半分理論論述が半分ですまあこれが入ってくるんだねでこれが入ってくるんだけどあの大きな特徴です財表の計算は募金論の計算に比べるとすごい楽簡単ですこれも断言しますあの去年とか一昨年でね財表の問題ちょっと計算は難しい難しいって言われてますけどねあのまあ多分これ言ってるの僕ぐらいかと思うんですけど難しくないですですかあの 難しくないですで皆さん方母材オーダーのクラスを受講していただく方々の最大の特徴ってそこよ計算はあくまでもより難易度の高い簿記論を想定して皆さんに勉強していただくんで要は高度な計算能力身につけてもらいますそうすると座標プロパーの座標だけ受験勉強やってますよって方に比べると相当程度高度な計算能力を身につけられます、ね、だからね大体いい例年だけど財務諸評論って計算50点配点なんですが 財務諸表の先生方って大体目標は35点前後って言うんですよ50点のうちの35点前後で実際本試験で30点ちょっとぐらい取る人が多いんだけど僕のクラスの受験生さんには常に目標40点以上っつってますえそんなんできんのって思われるでしょできます実際にこれまでの僕の受験生さんでモザイオダのクラスの方でシュッと何の問題もなく合格していただいてる方計算問題自己採点4546全然いますそれぐらいできるんです だからこれはねやっぱりより高度な計算を前提にした簿記論を想定して計算能力を身につけてもらってる成果なんです。でね今の財務諸評論って間違いないけど計算逃げ切り方ですこの理論の部分っていうのが僕ら受験生だった時もう20年ぐらい前だけど僕らが受験生だった時ってもうこの文章暗記してくれと100%暗記だけだったの暗記だけだったら極端な話内容分かんなくたて覚えればいいんでしょだから 昔の理論って簡単だったんで比較的理論に勝負をかけるとかって表現する人多かったんだけど今の理論これね出題内容のうち半分ぐらい多くても半分ぐらいがまあ暗記で対応できますただ残り半分は暗記じゃ無理です自分が覚えたりとか抑えてる会計理論の話を組み合わせてその場で組み合わせて文章として回答を作んなきゃいけない要は「あなたの考えどうですか?」みたいな形で聞くのが多いんです最近の試験 だそうすると理論って暗記だと思ってる人が未だにいるんだけど違いますそれでは今の本試験全部対応できません暗記で対応できるのは25点そうするとね最大25点なんですよでだいたいねこれは良くない傾向だと僕は思ってるから常に言いますけどねあの理論の方にね注力する人ってだいたい計算ができないのよで計算ができないから理論に注力するっていう理屈になるんだけどあのねさっき言った通り僕の母材大田の受験生さんって 計算問題で今45とか普通に取りますよできる人でそれは僕の熟練生さんだけじゃなくて計算できる人って40点をざらにいるんですそうするとよ計算の部分で例えば20点しか取れない20点しか取れなくてじゃあ理論最大で半分25点丸アンけで取れましたっつったって45点ですよそうすると僕のクラスの計算優秀にできる人計算だけでもう45取ってますからね でそこに理論乗っけますよ当然ですけど理論だってある程度は対応するんだからそうすると絶対勝てないでしょだからあのね理論に重きを置きますっていうのは僕の感覚で言うとですけど計算部分でででぐらいは取れる人が言わなきゃダメです、ね、ダメメすすねどんなに少なくたって33から35取れるぐらいじゃないと理論に注力しますっていうのは意味ないまあ最大譲歩しても30点だろうなもう30点割る人は あの理論に勝負かけるなんていうのは言ってることがやっぱおかしいだって計算でもう15点差ついてるんですよ、ね、で25%ぐらいは理論の25%暗記で対応なんですよで当然ですけど計算注力してる人だって暗記の部分当然やりますからね15点ひっくり返せますかひっくり返せないですよ、ね、でそうなってくるからもう間違いなく今は財料は計算能力です計算能力が高くないと受からないです だから計算能力を磨くってめちゃめちちゃゃ重要なのだからこれがある意味母材横断を始めた一つのね大きな端緒にもなってる。でより難易度の高い簿記論を想定して皆さん方にはこの母材横断のクラスでやってやってもらいますんで僕の講義自体もまさにもう計算メインです。で理論は理論でやりますけども、まあ、感覚で言ったらあインプット時普段の勉強の話っていうのはそうだな82ぐらいで計算メインでいいでしょうね。8, ぐらいウェイトで言うと あのフィフティフィフティなんかとんでもない。だめ。<え>計算メインです、えー。僕の考えで言うと八二。まあ理論重きを置きたいな、理論面でやりたいなという人がいらっしゃれば、まあ最大情報して七三。あそれぐらい。えー、それぐらいです。もうとにかく計算メイン。もう計算をとにかく徹底してやっていただきたい。ねこれが大事。ね。だからそこをしっかりと皆さん方意識してやっていただきたいというところになるんだね。 で皆さんにはそこの部分をね、えー、きっちりと意識していただけるようにまあご確認いただくというとこです。でそれ以外にも次のページにね、えー、本試験の代表的出題傾向ロンこんな感じだよ。問題3つ出ますよ。ねまあそれぞれの特徴だよ。書いておきました。で材料についても同じように書いておきました。で今言った通り目標だけどねえ材を受けるにあたっては今現在は受かるためには計算逃げ切り型の受講生が圧倒的有利よです。えね だ理論に逃げないこれ大事ですよ、ね、理論に逃げない僕ねちょっとこういうこと言うと本当に誤解があるかなって理論が好きだって人もいるから僕はそれを否定してるんじゃないんですよそうじゃなくて理論をを一一生生懸懸命命やりたたいいいいいい楽ししからそっちを一生懸命勉強ここれといいとだと思いますすごくいいことだと思うすごくいいことだと思うんだけどもただ試験の特性として理論に逃げるって僕が言ってるのはさっきの話だけど計算ができないから理論に重きを置くみたいな。 それはダメだよってこと理論に重きを置くっていうのはある程度計算能力を身につけてそこそこの点数がちゃんと取れるように少なくともどんなに少なくともやっぱ30点ぐらいは取れるぐらいの計算能力を身につけた上で,でその上で理論に注力って言わないと合格を狙って勉強するんだからそうでしょ僕は皆さんに落ちてほしくないんで 計算が全然できない10点台だ20点台だだから理論やりますとそれはダメよっやってる時間自体がちょっと暴言に聞こえるかもしれないけど本当に無駄になっちゃうだって受かんないんだもんそれじゃ事実としてで僕は皆さんに受かってほしいからで皆さんに受かっていただくのが僕の試験仕事なんでだからその前提で申し上げますけどもまあ、理論にとにかく逃げない辛いかもしれないけどまずは計算をちゃんとねやれるようにしていこうとよ そううすればきっとといいいがるからさということですだぜひねそういったところを念頭に入れていただいて、まあ、今後勉強の方を続けていただくといいんじゃないかなというふうに思いますねまあそれぐらいかなあまあそんなところを少し主眼に入れながらあ内容をね、えー、進めていっていただければいいんじゃないですかというふうに思いますはいまああとはねそれ以外にもね いろいろご案内入れさせていただいておりますんで是非、まあ、パワポの方もね一通りざっと見ていただければいいかなというふうに思うんですがあーまあ何が言いたいかっていうと、まあ、どうしたって学習スパンなんか少し短めだよとか。 あ,あ、そういったところもあったりするんで、やっぱり母材横断って不安をね。特に即死の方は不安を感じられる方もいらっしゃると思います。ただ、先ほどの話じゃないけど、まあそういった試験の傾向をしっかり意識しながらああ進むべき道というものを明確に抑えて、その前提で準備をしてってもらえば決して受かんないものじゃないし、現に先輩方は成果を出してくださっている方々いっぱいいらっしゃいますね。いっぱいいらっしゃるま皆さんだってできるんです。 であとはもう最大限僕ら本当に皆さんをバックアップはしていきたいのであのまあメインとなってくる質問制度なんかはやっぱり今だとメールなどになるんだけどまあそれだとねえー、やっぱりちょっと何んつうのかな字面でのやり取りだけだと寂しいところもあると思うんでやっと今年からねちょっといろいろ工夫をしながらやってみようっていうところがあってまあ今のところまだ月いっぺんっていうペースではあるんだけどこれ月一遍ね 僕があの水道橋校っていうところで通学のクラスやってるんですね。でその通学のクラスの毎月毎月やる月齢試験があるんです。でその月齢試験の後に Zoom を使ってねあのライブでの質問会やってます。今2回やったかな。で大体ね、あのー、まあウェ,ウェブの受講生さんまあ促のクラスはウェブがメインになりますからね、えー、受講生さんもご参加いただいてるしだからそのスタンダードのクラスの方々だけですよまだ。 ね、でスタンダードのクラスの方々なんかにご参加いただいてあとはね通学の、あのー、生徒さんいらっしゃるでしょその方々ね当然、まあ、終わった後疲れてると思うんだけど毎回残ってくれてる。でね、あのー、お互いじゃないけどまあねズ、えームで参加していただいてる方はチャットで打っていただいてこんな質問あるよでこんな勉強の仕方いいって言ってるよ で通学の人は通学の人はこんなのどうだろうとかみんなどうやって勉強してんのとか,なんかいろんなこと言ってますけどねまあそれを僕がこうつなぐような形で質問みたいなのやってます大体1時間ぐらいでやってますけどまあそういったものも今やってるんでねまあ,あのどうしてもお通信系っていうのかなあお一人で勉強していただくとまあこれってどうなのこんなに僕できないけど大丈夫なのかなってやっぱ不安になると思うのよ。そういっったところもひっくるめてね えー、そういった場を通じて不安の解消なんかをしてってもらえればいいかなというふうに思ってるんでまあそうね、まあ、別に必ず出ろとは言いませんけどおそういったものも今やってますからあそういったものをご活用いただきながらね勉強を進めてっていただければ、まあ、決して決して合格自体できないものではないし難しいものでもないし僕はできるもんだと思ってますんでねその前提でまあ皆さん方ね えー、やると決めていただいたらばしっ,しっかりね前へ進むという前提で勉強を進めていただければと思いますまあちょっとよもやま話的になっちゃったけどね、えー、これぐらいで、まあ、僕のね促修講座に関するガイダンスというかご案内はおしまいになりますまあ,あ講座の詳細内容なんかはあ実際講義始まってねその段階でご案内はさせていただきますんで是非そちらでも、まあ、1回目の授業かな 即終講座は1回目にあのスタートアップ講座って言って別立てでね今後どういうふうに勉強していくのとか講座の設定どうだよっていうのは別段に詳細に入れてますからまあそれを受けていただいて実際の勉強を始めていただけるような形になりますからねまあその前提でね是非やると決めていただいたらば前向きに勉強を進めていただければと思いますはい以上で本日の即終講座に関するガイダンス講義は終了です皆さんお疲れ様でございました